汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン、巻浪マリ、イラストリアスが登場する8号機がリアルグレードとなってついに登場。今宵はこのエヴァプラをレッツクラフティン、クラフティン、クラフティン、クラフティン。どうもこんにちは、クラフタです。今回ご紹介するキットはこちらです。リアルグレード汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン正規実用型カッコビレカスタム8号機アルファ。酸欠になりそうな名前ですが、パッケージはこんな感じですね。劇中でも活躍した超長距離ライフルが特徴的なキットですね。もちろんこれまでのリアルグレードエヴァ同様にプログレッシブナイフやパレットライフルも付属してます。このシリーズおなじみのリアルな外観と可動機構も健在です。多彩なポージングが取れるのが魅力なんですよね。では早速箱を開けていきましょう。はい、中身はこんな感じ。ランナーがぎっしり詰まってますね。結構箱自体が分厚いというか大きいんですよね。おなじみリアルスティックデカールです。ランナーの袋の数数えてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、 そして説明書となってます。ランナーを机の上に並べてみました。こうしてみると多いですね。多いというか細かいランナーがたくさんあります。そして色分けもかなりなされてますね。パーツの一つ一つがとにかく小さい。こちらはクリアパーツ、そしてリアルスティックデカール、シールですね。水転写式ではありません。アンビリカルケーブルに使用する極太ケーブルが1本。では早速作っていきましょう。はい、というわけで先細薄刃ニッパーを使ってパーツを全部切り出しました。最近動画投稿が滞ってるせいか撮影の流れを忘れちゃってるんですよね。こんな感じでランナーごとにタグをつけて組み立てしやすいようにしています。小さい部品がたくさんあるのでなくさないように注意が必要ですね。アルティメットニッパーを使ってゲート跡を2度切りしていきます。こんな感じでパーツをえぐらないように慎重にカット。このキットもアンダーゲートが多いですね。つまりゲート跡が目立ちにくい。素組みでもゲート跡が目立たないってのは本当嬉しいですね。プラモとは全然関係ないんですが、こういうものを買ってみました。ニューイヤーって読むんですかね。この上にカメラを乗せて撮影することでスムーズなスライダー撮影ができちゃうんですね。操作はこちらのリモコンで行います。電池入ってますね。リチウムバシテリー、かなりヤバめの電池です。スイッチをオンにしてリモコンを押すとこんな感じで動くんですね。移動するスピードも変更することができます。これを使って撮影するとこんな感じで滑らかに動く動画が撮れます。はい、仮組み完成です。ただ組んだだけでもこのプロポーションと色分けですからね、秀逸です。超長距離ライフルはこんな感じ。重心が長い。ディテールを追加する箇所にペンで書き込んでみました。こんな感じですね。仮組み時に構想を立てておくと全体のイメージがつかみやすい。ではまずマイナスモールドを入れていきましょう。スピンブレードや彫刻刀などを使ってこのように傷を入れていきます。そしてえぐり取る。ググッと、はい、えぐれました。 BMC 高値 0.6 ミリで綺麗に溝を掘り込みます。力を入れすぎるとガタガタになるのであくまで優しく削っていきます。こちら自作した筋彫りガイドテープ、これを貼ってBMC 高値 0.2 ミリで筋彫りを追加。こちらも当然優しく彫り込んでいきます。テープを剥がすとこうなりました。クラフターお得意のピンバイスでリベットモールドも追加。穴を貫通させないようにこちらも優しくですね。穴を開けていきます。穴を開けて削りカスを除去。そんなこんなで様々なディテールを追加してこんな感じにしてみました。エヴァは結構人間っぽいフォルムなのでこのようにディテールを追加するとメカっぽさがぐんと増します。もちろんこのように筋彫りがオーバーランすることも多々あります。そんな時はちょっとめんどくさいですがちゃんと修正します。 UV パテをオーバーランした線に塗り込み、画面がボケていてほんと申し訳ないです。そして UV ライトを照射。あとはヤスリがけしてラインを消していきます。あらかたディテール追加が終わったら表面処理です。10ミリ厚の紙ヤス、マジックヤスリ、ハイキューパーツさんのリタックスティック400、600、800番、新しいヤスリを貼り付けてカットします。この準備段階が一番大切と言っても過言ではない。あとこういうヤスリも買ってみました。
メンバーと玉地やヤスリ、ちょっと読み方わかんねえや。エバプラはパーツが小さいのでこういった細かいヤスリが大活躍します。しかし値段が高いな。メンバーなんて3600円しますからね。こんな感じに両面テープでヤスリを貼り付けて使います。なかなか使いやすそうだ。あとはもうただ延々とヤスリ掛けをしていきます。ちょっと指を怪我しちゃってるんでみっともないですがご了承ください。こういう細かいパーツにもパーティングラインがびっしり入ってたりするので全部消していきます。細かい箇所はこのメンバーを使ってみましょう。使ってみた感想なんですが、クラフトはこのようなヤスリを持ってます。でこれ鉄ヤスリなんですよね。なのでずっと貼り替えなくて使えるし、反対側にはこのように紙ヤスリを貼ることもできます。どちらかといえばこれの方が使いやすいかな。まあでも好みの問題ですね。合わせ目を発見しました。肘の部分です。膝ではなく肘です。今回は瞬間接着剤で合わせ目を消します。このように小さいパレットに少し接着剤を出して、名前忘れてしまったんですが、このパテとかを盛る時に使うこのスティックで合わせ目に瞬間接着剤を塗っていきます。乾燥したらヤスリ掛けで平らに整えます。超長距離ライフルの重心、長いですね。このパーツにも端から端までずらっとパーティングラインが入っています。パーティングラインというのはランナーを形成する際にできる線のことです。これが残ってるといかにもプラモって感じになるので、ヤスリで全部消していきます。完成。パーツの処理が終わりました。削りカスや油がいっぱいついているので、まずは洗浄しましょう。超音波洗浄機に投入。はい、1回で全部洗えちゃいます。前回のパーフェクトグレードアンリッシュドガンダムは10回ぐらいかかりましたからね。水を入れて洗剤を投入。超音波洗浄機にセットして、今回は300秒でいってみましょう。スタート。その大半がプラ模様乾燥機としてのレビューという不遇の山善さんの食器用乾燥機に投入します。パーツに持ち手棒をつけて塗装していきましょう。まずはフレーム関係からスターブライトシルバーとスターブライトアイアンを使います。この瓶は新しいやつですね。蓋の形状が違う。古いやつはこのようにツルツルの蓋なんですよね。ガイアさんの新しいやつはこのように内蓋と外蓋が一体化しています。使いやすい。しっかり混ぜて攪拌させます。200回ぐらい混ぜます。クラフターはいつも小さめの紙コップで希釈してます。メタリックマスターで希釈します。粒子に偏りがなくなるようにしっかりと混ぜます。メタリックカラーは塗料の粒子が大きいので 0.5 ミリ口径のハンドピースで塗装していきます。シルバーのパーツにそのまま塗ってるんで分かりにくいですね。実際はこんな感じ。右が塗る前、左が塗った後です。あんまり分かんないな。フレームもスターブライトアイアンで塗装。非常にターミネーターっぽい。サーフェサーを拭いていきます。エボホワイト、メカサフスーパーヘビーとメカサフライト。はい、もう全然違いがわからない。細かいパーツはこのように両面テープを使って段ボールに貼ってから塗っていくとやりやすい。外部装甲の塗装にはこのようなエヴァンゲリオンカラーシリーズを使います。調色なしでもエヴァっぽいカラーになるのでおすすめです。メインカラーのピンクにはミスターカラーのクールホワイトとピンク、それに赤を少し混ぜて作ります。ガンプラではなかなかピンクなんて使わないのでとても新鮮です。1度目の塗装が終わったのでマスキングしていきます。ハイキューパーツさんの円形マスキング、これは便利ですよね。円形の箇所に貼っていきます。塗り分けを結構行うのでしっかりとマスキングしていきましょう。テープを出して細かくカット。いつもはこのように塗り分けの境界線に沿って細かく短冊状に切ったテープを貼っていくわけなんですが、これ形状が複雑になると大変なんですよね。なので広めのテープをベタッと貼って境界線をカットします。そして剥ぐとこんな感じになります。こっちの方が断然楽なんですけど。いや、これはいい。ただししっかりと筋彫りを入れとかないといけませんね。マスキング完了。塗っていきます。塗装が乾いたらマスキングを剥いでいきましょう。こちらはいつも通りにマスキングしたパーツですね。こんな感じいいんじゃないでしょうか。こちらは大きいテープを貼ってカットしたもの。さて綺麗に塗れているのか。うわ、というか剥ぎやすい。
いいですね。ちゃんと綺麗に塗り分けできてますね。こんな感じです。全然問題ありません。塗装が終わったので組み立てていきます。まさに至福の時間です。このキット、ハンドパーツがやたらと多い。そして部品が皆同じに見えるんです。でもこんな感じで若干形状が違うので、形状の違いを頼りにクイズ形式ではめ込んでいく。はまりました。当たりです。はい、またしてもミスってしまいました。この肩のパーツ、このようにはめたところ。いやー、また割ってしまいました。非常に面倒ではありますが仕方ないので接着剤で接着して、ヤスリで再度整えて、塗膜が厚くなるとまた割れる可能性があるのでリムーバーで一度塗料を落とします。注ぐ。30分ぐらい漬け込むとこんな感じになります。うん、塗料は落ちてますね。サフを拭いて、再度エバイエローに塗装。はい、できました。改めて慎重に取り付けていきましょう。今度こそ割れるなよ。ヤスリでクリアランスを取ってるので大丈夫だと思う。はい、来ましたね。無事綺麗に取り付けることができました。もうほんとパーツが割れるのは勘弁してほしい。あとはスパートをかけていきます。墨入れ塗料ブラック。よく振って、墨入れしていく。塗料が乾燥したらはみ出た部分を綿棒で拭き取っていきます。はみ出しすぎやろ。まあこんなにはみ出したとしても、溶剤を使ってこのように綺麗に拭き取ることができるんですね。デカール、いろいろ使います。使う部分をカットして、水に数秒つける。ミスターマークセッターを使って貼り付けます。マークセッターを塗布して、デカールを貼ります。うわ、ボケてるし。こちらのハイキューパーツさんのデカールスキージーを使って水分を取り除きます。コロ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 。はい、完璧ですね。というわけでエヴァンゲリオン8号機完成しました。途中ミスもありましたがなんとか完成にこぎつけました。サクッとパーツを紹介しておきましょう。こちらは足です。可動域も良好です。こんな感じでつま先とかも動くんですね。この辺が結構多彩なポージングに貢献するんですよね。そして膝関節めちゃめちゃ曲がります。もう人間と同じくらいに曲がるような気がする。非常に人間の足に近いフォルムです。そしてこちらは腕です。ここはあんまりディテールは追加してないですね。肘関節はこんな感じで曲がります。こちらも人間の関節に近い。そしてこちらがボディ。個人的に非常に満足のいく仕上がりになりました。塗り分けや筋彫りの追加などをしているので、普通のエヴァよりかかなりロボット感が出てますね。肩のこの部分、開閉する構造になっています。そしてこのプログレッシブナイフをこのように収納することができるんですね。こっち側ももちろん入れれます。入れときましょう。そしてこちらが頭部、複眼ですね。目が8個あります。ちなみにクリアパーツの蛍光塗料が練り込まれているので塗装しなくても UV ライトで光ります。おお、すげえまがまがしいぜ。超長距離ライフル、長い。そしてこちらアンビリカルケーブルです。こんな感じで背中に差し込むことができます。レギュラー満タンでって言いたくなりますよね。じゃあ組み立てていきましょう。足を取り付けて、はい、両足つきました。そして次は腕ですね。両腕差し込んで頭部を取り付ければエヴァンゲリオン8号機完成です。クラフタチャンネル、リアルグレード汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン正規実用型かっこビレカスタム8号機アルファの完成です。ターンテーブルで回しておきましょう。近くで見るとこんな感じ。塗装しなくても UV ライトを当てると目が光るのがいいですね。可動域が抜群なのでこういった膝立ちも余裕でできます。躍動感のあるポージングも楽々こなせます。超長距離ライフルを構えるとこんな感じ。
プログレッシブナイフを構える姿も様になります。初号機を購入した時についていた輸送台がありますので、せっかくなんでこっちに乗せてみましょう。こんな感じでセットして、腕のフィンを輸送台の隙間に差し込みます。背中にアンビリカルケーブルを装着。こんな感じですね。うわ、縦長。これ輸送台だけ別売りにしたら結構売れるんじゃないでしょうか。飾っておくにはちょうどいいですね。歴代のモデルと比べてみましょう。こちらは初号機ですね。うわ、やっぱり初号機かっこいいな。さすが主人公機だけのことはある。こうしてみるとデザインも意外と違いますね。手足などのパーツ構成はほとんど初号機と8号機では変わりないですね。こちらは0号機。デザインが非常にシンプル。シンプルだけどかっこいい、削ぎ落とした美しさみたいなのがありますよね。8号機と並べて比べてみましょう。こうしてみると全然違うな。まあ8号機はかなり筋彫りなんかを追加しちゃってるんで、だいぶ見た目が変わってます。普通に素組みであればもうちょっとシンプルなんですけどね。こうして改めて見るとリアルグレードエヴァシリーズの造形は本当に美しい。プラモとしては少し高めの値段ですが、それにも納得のいくクオリティですね。3体並べて回してみましょう。デザインは異なりますが、それぞれに違うかっこよさがありますね。ちょっとここで告知を一つ。今後はもっとプラモ文化を発展させていきたい、そして街の模型店を応援していきたいということで、今後は模型店、ホビーショップの取材を行いたいと思います。ぜひうちのお店をチャンネルで紹介してほしいっていうショップがありましたら、動画の概要欄やツイッターでご連絡ください。このご時世なので、まずは地元の福岡県のショップを取材に行きたいと思います。もちろん貿易には最大の注意を払って伺います。はい、というわけで今回はリアルグレード汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン正規実用型カッコビレカスタム8号機アルファを全塗装リテールアップして作ってみました。エヴァシリーズに手を加えたの初めてなんですけど、これはこれでなかなかいいですね。メカっぽさが増すのもイメージがガラッと変わって面白い。皆さんもぜひあなただけのエヴァンゲリオンを作ってみてはいかがでしょう。今回ご紹介したキットやツール類に関しては動画の概要欄に載せておきますので、よろしければどうぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。